い、皆さんこんにちは、モーマーチャンネルです。昨日の白天病の動画でコメントたくさんいただきありがとうございます。やっぱね、結構ね、皆さんからのね、いろんなコメントでいろんな知識とか情報がすごいいっぱい書いてあって、すっげえ勉強になったので、昨日の動画のコメント欄皆様見ていただけたらすごい勉強に、いろいろ書いてあるので勉強になると思います。で、今日はそのコメント欄からこういろんなね、白癜病対策とか対処法とかのいろんな皆様の知恵袋ということで動画にしたいと思います。まずまあね、私のあの南陽萩さん、こうついたり消えたりついたり消えたりっていうのを繰り返しているんですけど、白癜のサイクルの真っ只中じゃないかということでいっぱいコメントいただいてるんですけど、まずは温度変化によるストレスもあるんじゃないですかねっていうコメントですね。ちなみに温度変化、そんなね、温度は変化はしてないと思うんですけどね、最近寒かったりするので、こうついてるヒーターも25度に設定してるんですけど、まあ、やっぱ北海道すごい寒くなるのでヒーターパッてついたり消えたりパッてついたりとかもしてるので、まあ上がったり下がったりとかちょこちょこ微妙な変化があるのかな、そういうストレスもあるのかもしれないですね。あと、殺菌灯つけてらっしゃいますかっていうコメントも来てますね。殺菌灯はつけてますね。つけてるんですけど、あの電球の交換、ちなみになんか結構あのコメントでいただいてたのが1年ぐらいでも寿命が切れるので1年ぐらい経っているのであれば交換した方がいいですよって、もうだいたい1年ぐらい前から、前交換して1年ぐらい経つのかな、そう経つのかな一応ね、あの殺菌灯は結構前からねつけてますね。でもこれといってなんか殺菌灯の効き目があった感じはしないんですよね。でもやっぱね、電球の寿命っていうのもあるのかもしれません。ちょっと交換をしなくては。あとですね、まあでもご飯をいっぱい食べているので大丈夫そうな感じにも見えますよっていうコメントもいただいております。ちなみに、これですね、以前 K チャンネルさんがくださった餌、すごい食いつきが良かったので大きいバージョン買いました。いいですね、いや安いしね、安いしたっぷり入ってるし、これいいよ。そして、あ、感動するコメントもいただいたんです。ちなみに、きっとね、きっと心優しい南陽萩さんが白癜病を一心に引き受けて他の魚が病気にかからないようにしてくれるんですよってね、なんか感動だよねそうなのかなって思ったりするね。だってね、南陽萩さんしか白癜にかかってない、もう俺が全部受け止めるっつってね、白癜病を背負ってくれたのかな、南陽萩さん、ありがとうございます。あとは、あとサンゴ水槽のバランスがいいと。白癜病、カッコ虫、白癜虫は発症しにくく治りやすい。まあ、サンゴ水槽のバランスが今ちょっと崩れ始めているのかな。もうなかなか治ってくれないので、若干崩れているのかな。もうそういう情報もいただきました。あと、ちなみに、白癜虫は25度以上で活発になって、25度を切ると活動が鈍くなります。やっぱ水温、うちの水温が今25度ぐらいなので、低めに低めにしてた方が白癜活発にならずにいいのかな。ちょっとずつこうちょっとずつ下げてみようかなとも思いましたね、このコメント読んで。あ、そうなんだと思って。あと一説によると、サンゴが白癜虫を食べるとも、ちなみに言われていることもあるそうです。一説ではね、食べてくれりゃいいんだけどねあと要素ボールを、ちなみに入れてますというコメント結構ありますね。要素ボール、私もちょうどずっと前に渦巻きとかいろいろ買ってて、
前の南洋ハギ飼育して白天病になった時とかに、あの ヨウ素のボール入れてブクブクする筒、ヨウ素殺菌筒っていうのを使ってたんですよね。その時のヨウ素ボールのストックがまだ家にあるんですよ。こういうのをね、なんかティーパックとかそういうなんか袋に入れて、フィルターとか、もう一つだったら散布になるんですけど、そういうところに忍ばせておくといいよっていう、これ私ちょっとこれ余ってるんで、ちょっとこれ後で入れようと思います。これはね、アクア工房さんから出ている、アクア工房さんから出ているヨウ素殺菌交換露剤というものですね。優れた殺菌効果、水の循環によって病原菌がヨウ素殺菌露剤内を通過するときに、ヨウ素殺菌露剤が菌を吸着して死滅させます。樹脂系であるため水に溶け込まず、そのため微生物を殺してしまうということはありません。これはいいっすね。微生物もいい微生物殺さないし、白天虫とかは殺してくれる。これいいですね。で、交換は多い、菌が多い場合は3ヶ月、少ない場合は6ヶ月。結構ね、コスパいいです。入れちゃえば、だいぶ持ちますね。これちょっと後で散布に入れて、やってみようと思います。あと、殺菌灯のね、定期交換してますか？してなかったから。してなかったから、そろそろ替え時ですね。多分効果は薄れていたのかな。それもありますね。結構このコメントは多いですね。あと餌をしっかり食べているのに白天消えないなら、ヨウ素の露剤交換、あ、まあそういうのとかと、あと合併症予防にフコイダン、ちなみにフコイダンというお魚の活性剤みたいなのが、日海センターさんの、ね、ラクトフェリンとクロマジェル購入したところにフコイダンというものがあるそうなので、それ試してみようかなとも思いますね。結構ほんといい情報がいろいろいただけるのでありがたいです。あと殺菌灯を使うより、殺菌太郎、ちなみに殺菌太郎の方が、殺菌太郎ってなんだろうね。殺菌太郎ちょっと調べてみよう。調べてみると殺菌四太郎と出てましたね。こちらはオーバーフロー管の救出口につける管らしいですね。ここを水が通ることによって殺菌してくれる商品のようです。でこちらの方が行ってたショップさんのところはニンニク入れてたよと。ちなみに殺菌効果があるらしいけど、まあ匂いがっていうことなんですけど、でも私前なんかね、餌とかいろいろなんかその海水用品ネットでいろいろ調べてた時に、ニンニク入りの商品って結構見かけて、これ読んだ時に、あ、やっぱニンニクっていいのかなみたいな思いましたね。まあ匂いがあれですけど、まあ私ニンニク大好きなんでニンニクの匂いは気にならないんですけど、ニンニクいいのかもしれないですね。面白い。あとはね、そう、琥珀さんがね、すごい詳しくね、コメントをくれてましたね。ね、白天のサイクルをね、今繰り返してるようで、水中に白天虫が漂ってます。宿主を探してね、漂ってるらしいですね。で、お魚に寄生、それが南洋ハギについてる白天。その後、栄養分を吸収し、南洋ハギから離れます。その後、白天虫が産卵。また宿主を探して南洋ハギに寄生し栄養分を吸収、もうこのサイクルですね。を繰り返しているので、なかなかね、水替えしてもね、このサイクルの中なんで、なかなかね、水替えしても白天病が消えてくれないみたいですね。ちなみにで、昔南洋ハギさん何回かダメにした時にもそうだったんですけど、この白天虫がエラにつくともう大変なんですよ。ちなみにエラに昔ついちゃって、もう本当にそっからもう急激に体調が悪くなって、酸欠だったのかな、なんか酸欠とかも起こしやすくなっちゃうみたいで、どんどん弱っていっちゃって、もうあの時本当にひどい白天病、真っ白になるぐらいの白天病で、まあこういうエラにまで感染
しちゃって起こした症状だったのかなって思いますね。そうなる前にこれやっぱね、ヨウ素添加、ヨウ素の添加剤はいつもね入れてるので、あんまちょっとだけ分量多くしてみようかなって思いますね。添加とやっぱこういうの、これ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 、こういうのをティーパックに入れて忍ばせておくと伏天病消えるかもよと教えてくれましたね。はい、これね半年持つからいいですよね。忘れちゃいそうと殺菌灯のランプは1年程度らしいですよっていうコメントなど、あとね、白癬病にすごい似た症状、ちなみにの病原菌があるという情報もいただきましたね。なんかその方もその白癬病かなと思っていて調べたら、白癬病にすごい似た病原菌、殺菌のようなものも、殺菌のようなものもあるらしいですね。ちょっと病名とかがまだわかんないんですけど、すごい似てるらしいです、症状が。あとね、私もこれ以前やってたんですけど、オキシドールで、ちなみに殺菌というか、私もたまにね、予防程度でね、たまにオキシドール入れたりするんですけど、なんか白癬が体から離れた時に少し添加するのいいかもしれませんねっていう感じですね。オキシドールやってましたね、私もやってましたね。ちょっとこの白癬出始めてからまだオキシドールは入れてないので入れてみようかな。で、以前からも結構入れてたんですけど、サンゴとかに不調が現れたことはないので、オキシドールサンゴにも無害なのかなでもね、結構ね、なんかコメントで調べるといろんなことも書いてあったり、サンゴにもちょっと悪いよっていう情報も書いてあったりもするんですけど、うちの水槽ではサンゴになんかがオキシドール入れたことによってサンゴの調子が崩れたとかは今までないですね。うん、ちょっとね、オキシドールもまた試してみようかな。苔掃除とかにも使えるので、オキシドールは常にね家にはあるんですよ、うちには。だからね、使ってみようかな。なんかね、こういろいろできることはありそうですね。はいはいはい、こんな感じですね、とりあえず今のところ。いや、嬉しいですよね、こうやっていろいろ情報をいただけるのは。ありがたい、本当に。まずは私はこれを散布に入れますそれでね、良くなってくれるといいな。本当にね、皆様いつもいつも本当にありがとうございます。本当に知識がね、そこまで私もないので、皆様からのコメントですごい勉強になるし、知識も身につくし、ありがたいです先輩方のアドバイスはいつも的確でございます。これからもよろしくお願いいたします。本当にね、もう海水、まあ、YouTube 含め海水水槽やってて思うのは、もうこの水槽もみんなで作っていただいてるこの水槽、よいしょとこの水槽もうみんなで作っていただいて、なんか問題あった時はもうみんながこれいいよあれいいよって試してみてとかいろいろ教えてくれるから、みんなで作ってるありがとうございます。そんな感じでね、水槽の最後に映像を見て終わりにしましょう。白癬消えろ。はい、こんな感じですね。久々にね、マリン有機ネタをねちょちょい挟んでみましたが、最近ね、ちなみにとは本人ねあんまり言わないらしいので、この動画でたんまり使ってみました。まあね、いろいろ試してみて、白癬病をこれからちょっと様子を見ていきたいと思います。ほんとね、皆さんからのたくさんのたくさんのいろんな白癬病についての情報をねいただけてね、本当に助かっております。やっぱね、結構白癬病に悩んでいる方も多いようなので、皆さんでねこういう情報をね共有しながらね、みんなでアクアライフを楽しんでいきたいと思います。いや本当にね、
ありがとうございました。ちょいちょいね、間でね、マリン勇気を探せ的なね、感じになっちゃいましたがね、勇気さんの方のチャンネルの方、説明欄に貼っておきます。ほんとね、海水業界で大物 YouTuber ですので、皆さん、彼の動画を見て参考にしてみてください。超でかい水槽ですよ、ほんとに。生きてる間にね、一度はね、水杯行ってみたいと思います。はい、それではこの辺で動画を終わろうと思います。それではチャンネル登録、高評価、低評価、コメント、リクエスト、何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。